マンダレー大学とは、ミャンマーマンダレーにある、公立大学。同国で2番目に古い大学であり、北部で最も大きい大学である。リベラルアーツ、自然科学、法学の教育を行っており、学士、修士、博士が取得できる。この大学はもともと、マンダレー単科大学として1925年に、ヤンゴン大学の一カレッジとして設立された。 第二次世界大戦の影響により1942年に一旦閉鎖され、1947年に再開された。1958年にはヤンゴン大学から独立し、北部唯一の総合大学となった。マグウェイ大学、タウンギー大学、ミツキーナ大学、シェボ大学のような地域のタムカ大学はこの大学の一部のカレッジとなった。 1964年に大学教育法が可決されると、この法律によってこの大学はリベラルアーツ、自然科学、法学の専門大学となった。当時存在した薬学部は薬学大学に移管された。1978年にはマンダレーアーツ科学大学に改名した。国家平和発展評議会が全権を掌握した1988年に、 再び現在の名称に改名したが、教育分野は変わっていない。同国の大学制度上はアーツ及び科学の大学に区分され、リベラルアーツと自然科学の過程を設置している。主に、バチェラー・オブ・アーツと学士が取得でき、この取得年次は3年である。また、BA と BSC を取得する年次は4年となっている。法学についてはこれらと異なり、5年の過程となっている。 ありがとうございます。